星太郎先生、こんにちは。お、太陽くん、そらちゃん、こんにちは。今日もいろいろと一緒に実験をしたいところなんだけど、ちょっと忙しくてね。へえ、せっかくいいアイディアをひらめいたから披露しようと思ってたのに。ごめんごめん。そうだな、せっかくラボに来てくれたし、何か二人で取り組んでもらえるものは。そうだ。ん？何何？二人にはデザイン思考を使って実際に身近な課題の解決にチャレンジしてもらおうかな。おお、ついにデザイン思考を実践だね。まだそんなに教えてもらってないけど大丈夫かな。問題なし。デザイン思考は実践して学んでいくものだからね。さあ、まずは解決する課題を決めて早速取り組んでみよう。まずはターゲットを決めたいね。そうだね。誰がいいかな。あ、アキラくんはどうかな。え、アキラくん？いつも休み時間もご飯食べている時も勉強してるけど、あ、確かになんだか少し疲れてるようにも見えるかも。そうよね。少し前まではもう少し笑顔も多くて一緒にふざけ合ってたのに、最近は肩に力が入ってて近寄りがたい感じだよね。早速インタビュー行ってみよう。アキラくん、ちょっとインタビューの協力をお願いしてもいいかな。インタビュー？なんで？ちょっと課外活動の研究で。そっか、まあ少しだけならいいけど。ありがとう。アキラくんはなんでそんなに休み時間や移動時間まで一生懸命勉強してるの？いきなりだな。普通に勉強の理解を追いつくためだよ。なんで勉強の理解を追いつきたいって思うの？まだ高校1年生だよ。宇宙飛行士になるためには勉強を完璧に理解していないといけないからだよ。宇宙飛行士を目指しているんだね。なぜ宇宙飛行士になりたいの？そんなことも聞くのかい？お父さんが宇宙飛行士で、それに憧れてるからだよ。ずっと前から宇宙飛行士になりたいって言ってきたんだ。小さい頃っていつ頃から？小学校高学年くらいかな。アキラくんは部活もしてたんだっけ？うん、テニスをしてるよ。テニスか。この学校はテニスの強豪校で有名だよね。練習もめっちゃ忙しいとか。すごいね。まあそうだね。あれ、どうかしたの？実はチームでは結果を出してるけど、自分個人では大した結果を出せてないから、そう言われるとちょっともどかしいんだ。毎日の朝からのルーティンを聞いていい？そんなの聞いてどうするんだよ。お願い、研究に必要なんだ。はあ、しつこいな。わかったよ。朝5時30分に起きてランニングして、6時20分に家を出て、移動中は勉強して、7時30分から朝練で、1時間目を受けて、休み時間は頭のいい友達と過ごしてわからないところを聞いて、部活して、帰りのバスは勉強して、塾に行って勉強してって感じだよ。うわー、隙間時間あれば勉強してるって感じで、すごく努力家だね。そこまで自分を追い込んで勉強や部活をする意欲ってどこから湧いてるの？意欲というか、焦りとか危機感の気持ちが大きいかな。高校に入ったくらいからかな。
今まで勉強してなかった人が少しずつ勉強にシフトしてて、自分が部活している間もやってると思うとすごくそわそわしてしまうんだよね。テニスも練習しても結果がなかなか出ないから、もっと頑張らないとと思って。その後1時間ほどインタビューは続いた。あきらくん、いきなりだったのに長い時間ありがとう。何の時間だったのかよくわからないよ。まあ役に立てたのならよかった。インタビューの内容をエンパシーマップに落とし込んでみたよ。ありがとう太陽くん。それを使ってゲインとペインを考えてみよう。まずはゲイン、増えたら嬉しいものだね。アキラくんにとって増えたら嬉しいものだからこんな感じかな。うんうん、そんな感じね。次はペイン、減ったら嬉しいものだからこの2つとかどうかしら。うんうん、いいんじゃないかな。次は問題定義の質、インサイトを考えよう。あれ、インサイトってなんだっけ。ユーザー自身も気づけていない課題のことだと思う。自分たちで想像して作るって星太郎先生が言ってた気がする。あー、そうだね、なんか思い出した。そしたらペインとゲインに注目しつつ、アキラくんの表面的な課題を深掘りしてみようか。そうね、ペインにある常に周りと比べて感じる焦りや不安っていうのが気になるな。周りと比べるってなんだろう。アキラくんよりも頭がいい人って他に3人くらいしか思いつかないけど、やっぱり負けたくないのかな。うんうん、だからこそ休み時間や移動時間も何か勉強していないと気が済まない状態になるのはわかるな。あ、それとアキラくんは勉強と部活の文武両道で宇宙飛行士になるために勉強も手を抜かないけれど、部活と勉強の両立がうまくいかなくて焦って自分を追い込んでいるというのもありそう。なるほど、考えれば考えるほどわからなくなるよ。これがインサイトに近づいていくって感覚なのかな。そうよね、やっぱり仮説を立てて自分たちでインサイトを想像する必要がありそう。あきらくんみたいに小さい頃から順位で判断される経験が多いと、上位にいないとダメだと思い込んでしまいそうじゃない。あー、確かに無意識に自分にプレッシャーをかけちゃっているのかな。確かに、なんだか深いところに近づいてる感じがするね。え、もう少し何か確信に迫れそうなのよね。そうだな、アキラくん、もしこんなプレッシャーとか感じていて、よく勉強に集中できるよね。太陽くん、それってなんだろう。実はアキラくん集中できていなかったりして。どうだろう、集中できていなかったらテストであんなにいい点数取れないよ。あ、わかったかも。アキラくんは焦りや不安を勉強することで紛らわせてるんじゃないかな。おお、なるほど。確かにそのインサイトはインタビューで聞いた事実やペインとゲインの説明にもつながるぞ。ソラちゃんすごい。なんだろう、なんかしっくりきたって感じよね。インサイトとしてはアキラくんは勉強で時間を埋めて焦りや不安を紛らわせているって感じかしら。うんうん、一旦それでアイディア出しに進んでみよう。そしたら
アイディアを出しやすいように言い換えると、私たちはどうすれば勉強で時間を埋めることで気を紛らわせているあきらくんの焦りや不安を解消できるか、かな。早速アイディアを出していこうか。そうだね。早速模造紙にポストイットで書き出してみよう。いっぱい出てきたね。でもいまいちアイディアに広がりがないよね。アンチプロブレムを使ってみるのはどう？いいね、やってみよう。まずは元の状態をさらに悪くするに言い換えるから、私たちはどうすれば勉強で時間を埋めるほどあきらくんの焦りや不安を増やせるかを考えよう。例えばネガティブな気分になる音楽、気持ちが落ち着かない音楽、気持ちが落ち着かない匂い、お父さんからもっと頑張りなさいというメッセージ、こんな感じかな。うんうん、そしたら意味をひっくり返したらいいから、ポジティブになる音楽、気持ちが落ち着く音楽、気持ちが落ち着く匂いの香水、お父さんからよく頑張ってるぞというメッセージ、できた。やった、たくさん意見出てきたね。どのアイディアがあきらくんを一番喜ばせることができそうかな。たくさん意見出てきたね。どのアイディアがあきらくんを一番喜ばせることができそうかな。そうね、焦りや不安が和らいで気持ちが落ち着けそうなものがいいよね。勉強中の BGM として音楽か、もしくは香水とかも喜んでくれそうな気がする。そういえば、あきらくんは勉強中に音楽は聴かないって言ってたかも。ん？そうだったっけ？それなら香水でプロトタイプフェーズに進んでみるのはどうかな。試作品も作りやすそうだし。香水なんて本当にできるのかな？まあとりあえず作り方を調べてみようよ。お、香水って意外と簡単に作れそう。無水エタノールと香料の2つがあれば作れるみたいだよ。へえ、ついでに私の香水も作りたいな。まずはあきらくん用の試作品を作ってからね。それじゃまずは薬局に無水エタノールを買いに行くのと、雑貨屋さんに香料セットを買いに行こうか。数時間後。うん、これで必要なものは揃ったし、あとは焦りや不安を和らげられそうな香りを作ればいいのね。あ、そもそも焦りや不安を和らげる香りって、わからないものは調べましょう。なるほど、どうやらゼラニウムの香りが効きそうね。いいね、あきらくん、きっと優雅で華やかなフローラルな香りが好きだと思う。そしたらこれとこれを無水エタノールと混ぜて。数時間後。できた。最初は強烈な香りだったけど、なんとかまともな香水ができたね。今さらだけど、香りを使った解決策なら香水作るよりもお花を用意するとか、完成している香水を買ってもよかったような。あきらくん、前インタビューを通してあきらくんの課題を解決できそうなアイディアの試作品ができたんだけど、使ってみてくれないかな。何何？勉強中にリラックスできる香水を作ってみたよ。一度使ってみて感想を教えてもらってもいいかな。え、香水？あ、ありがとう。勉強中に使ってみたらいいんだね。うん、そうそう、使ってみて。わかったよ。数日後。
明くん、前に渡した香水どうだった？え、なんか匂いが気になって集中できなくて、お母さんにあげたんだけど、今はトイレに置いてあるかも。そんな。太陽くんとそらちゃん、あきらくんの課題を解決できなかったようだね。果たしてこの後2人はどうするのか。シーズン2へ続く。あきらくん、香水をあまり気に入ってくれなかったみたいね。デザイン思考のフレームワークに沿ってやったのに、どこが良くなかったんだろう。香りが違った？ボトルのデザインが好みじゃなかった？もう、星太郎先生、何をさっきからチラチラ出てきて。何か言いたいなら出てきてよ。あ、はい、呼ばれました星太郎です。いや、呼ばれたがってたように見えたけど。それはどうでもいいのよ。星太郎先生、聞いて。デザイン思考のマインドセットやフレームワークを学んで実践したの。あきらくんのインサイトを見つけて香水の試作品を作ったのだけど、検証したかったのに使ってもらえなくて。私たちは何が間違っていたの？教えて、星太郎先生。いや、素晴らしい。感動しました。失敗という結果が出たことが素晴らしいことなんです。そういえば、失敗前提で失敗を恐れないことが大事だって言ってたっけ。Just do it だもんね。そうなんです。そうなんですよ。今回、デザイン思考のフレームワークを通して行ったプロセスは、かけがえのないものなのです。なので、改めて今まで行ったことや交わした言葉などなど、共感、問題定義、アイデア創出、プロトタイプ、テストのフレームワークに沿って改めて整理して振り返ってみましょう。はい。僕たち結構やったんだね。そうね。私たちは共感フェーズで、あきらくんが文武両道でありたいと思っているのと、周りと比べて焦りや不安を感じていることに気づき、その不安や焦りを勉強そのもので紛らわせていると問題定義して、アイディア創出をしたのよね。でも、使ってもらえなかったんだよね。使ってもらえなかった。それって、そもそもあきらくんにとって出した問題定義が悩みじゃなかったんじゃない？どういうこと？使う必要がなかったから使わなかったと考えたら、それはインサイトが違ってたんじゃないかしら。それなら共感フェーズであきらくんにもっとインタビューをしたらいいのか。そうね。そうと決まったら、あきらくんが塾に行く前に引き止めなきゃ。行くぞ。今日はまだ時間がある。インタビューしてどんどん深掘りしよう。おー、あきらくん。あきらくん、塾に行けるんですかね。あ、あきらくんいた。え、なんだい急に。今僕は勉強中。あのさ、あきらくん、僕の悩み解決のために動いてくれるのは嬉しいんだけど、本気でそろそろ行かないと塾に間に合わないよ。塾に行かないと。僕がサボるなんてどう思われるか。だって学ぶって楽しいじゃない。塾に行くのは楽しいことよね。その言い方だと周りからどう思われるかを気にしているように感じるわ。いや、でも学ぶのは楽しい時もなくはないはず。あきらくん、単純に学ぶのが楽しかったのっていつ？どんな時？1年くらい前の
オンライン授業が始まってすぐの時は楽しかったかな。でも最近は焦りの方が大きいな。ほら、もう少しでテストもあるじゃないか。今回も1位になるからね、僕は。楽しかった時と焦りを感じている最近とその間の違いってなんだろう。なんだろう。単純にオンラインで学ぶこと自体が新鮮で楽しかったかな。それと先生やお父さんとお母さんにはすごくサポートしてもらっているし、いい成績を出していい報告をしたいよね。なるほど。オンライン授業の時に楽しさを感じた瞬間って他にもあるかな。難しいな。あ、意外と一人で勉強するのも悪くなかったかも。僕はライバルが近くにいた方が頑張れるタイプだと思っていたんだけど、自宅の部屋で一人で勉強しているのも気が楽というか、なんだかあっという間に授業時間が終わっていたという感覚かな。ねえ、あきらくんは人に見られていない方がいいんじゃないかしら。確かに。でも本当に人全員なのかな。あきらくん、オンライン授業以外では何かあった？でも小学校の頃塾に入ったばかりは新鮮で楽しかったな。でもいつからか純粋に楽しめなくなっているな。あれ、いつからだろう。時間で変化があるのか。あれ、そういえば塾って今も同じところ？そうだよ、10年近くかな。うちの塾は大体みんなそうだな。しかもみんな中学受験をして同じ難関の中高一貫校に進学しているのさ。もしかして自分のことを知っている人たち？ん？あれ？ソラちゃんどういうこと？アキラくん、自分のことを知っている人たちが抱いている自分への印象が崩れたらどう思われるんだろうって不安なの？確かにそうかも。自分はすごい人でいなきゃって焦っているのか。これはもしかしてアキラくんのインサイトにぐっと近づいた気がする。他の事実とも結びつくし、すごい、今度こそインサイトを発見できたかも。アキラくん、急にいろいろと聞いちゃってごめんね。もう本当だよ、何回も言ってるけど僕は勉強。ありがとう。今からアキラくんが喜ぶようなすんごいものを用意するから待っててね。はあ、疲れた。なんだかすごい勢いだったけど、僕が喜ぶものか、気になるな。このまま早速アイディア出しに進んじゃおう。そうだね。改めてアキラくんのインサイトは、長い間周囲の人から自分は優秀で立派な夢を持っていると認識されていて、それを裏切ることができない、自分は優等生でなければならないという焦燥感があって周囲からの評価を気にしてしまう、こんな感じかな。そうね。解決アイディアの方向性としては、アキラくんが周囲からの評価を気にならないような状態になれたらいいんだけど。よし、アイディア出すぞ。いろいろ良さそうなアイディアは出たけど、これが一番実現可能性が高そうかな。これも結構ぶっ飛んだアイディアだけどね。とはいえ、答えはユーザーの中に、すなわちアキラくんの中にあるからね。プロトタイプフェーズ、テストフェーズと進んでみようよ。数日後、学校にて。ねえねえ、アキラくん、ちょっと海外に飛ばない？いや、飛ばないよ。だって塾があるじゃないか、学校だって。勉強しなきゃ僕は宇宙飛行士にだってなれないし。アキラくんのこと誰も知らなくて、アキラくんの結果なんて気にしない人と一緒にいた方が楽しく勉強だってできるわ。
そうだよ。そして経験したことがないことだとよりいいんじゃない？だってできなくて当たり前だし。そんなことしていたら宇宙飛行士になれないじゃないか。それは学びになってないよ。もうごちゃごちゃ言わないの、太陽くん。そうと決まればアキラくんのこと、誰も知らない人たちと未体験のことに取り組めるツアーを計画しましょう。アキラくん、そしたら旅行の準備よろしくね。本気かい？3日後、アキラくんは太陽くんとソラちゃんに言われるがまま海外へ飛ばされてしまった。言葉もなかなか通じない人たちの中でコミュニケーションをするのは発見があるな。どうやったらもっと交流できるんだろう。もっとみんなと話すためにみんなの好きなものを学んでいこう。あれ、今とっても楽しい。数ヶ月後。そういえばアキラくんどうしてるかな。噂をすれば手紙が届いてたわ。今50カ国語喋れるようになったんだ。すごー。アキラくんが海外に飛んでから1年後。そろそろかな。あ、アキラくんかも。アキラくん久しぶり。あら、2人とも久しぶりだね。え、本当にアキラくん？え、僕だよ、アキラだよ。なんだか別人みたいなんだけど、服もなんだか異国情緒って感じだし。着心地もいいし気に入ってるんだ。あ、そういえば僕たちは無事進級したけれど、アキラくんは留年だから学年がずれちゃうね。試作品だから数日の海外旅行の予定だったんだけど、まさか1年も経ってしまうなんてね。でもそれで得難いものを得られたから感謝しているよ。ありがとう。久々の学校生活が楽しみだ。ならよかった。私たちの関係性も変わらないものね。またご飯食べに行きましょう。僕はまた引き続き勉強を教えてください。そうだ、僕は将来世界中の人をつなぐことができる通訳士になりたいと思っていて、今は70カ国語は話せるようになったんだ。70カ国語？アキラくん相変わらず頭が良すぎる。へえ、でも宇宙飛行士を目指していなかったっけ？変わったんだよ。国を越えてつながることで可能性や未来が広がると思うんだ。僕はみんなの出会いの交差点になろうって。だからこれからはいろんな人に会って実際に話そうと思っていてね。うんうん、そっか、とてもいいね。アキラくんかっこいいよ。応援しているわ。いやー、太陽くんとソラちゃん、最終的にはものすごいアイデアを出していたね。まさかアキラくんを海外に飛ばすなんて、僕でも思いつくかどうか。ただここで大事なのはアイデアの革新性や面白さではありませんよ。本当に大事なのはアキラくんの課題が解決されたことですね。これこそがデザイン思考の本質であり、太陽くんとソラちゃんは見事に解決できたので本当に素晴らしいです。そして彼らがここまでの過程でデザイン思考のフェーズを進んだり戻ったり何回も試行錯誤していましたね。5つのフェーズを単純に一周するだけでは本当の課題を発見し解決することはできません。何度も何度も繰り返すことが大切なのです。よし、この星太郎デザインラボからまた優秀な人材を輩出できたぞ。僕の壮大な計画はまだまだ終わらない。